皆さんこんにちはともにあなたです今日はですね私が絶対 スストックがあるコスメっていいいうのをご紹介したいと思いますもちろん私はお仕事としてねコスメを試すことが多いので新製品を発表会でね試していただくことっていうのもたくさんあるんですけれどもやっぱり自分がいいなと思うものはストックしておくことが多いので今日はスストックコスメをですすねご紹介したいいと思いますこれは2023年に発売とかじゃなくて本当に自分が好きでストックしてるっていう感じなのでなんか2023年縛りとかではないんです でご了承くださいでは早速ともりあなたがストックしているコスメまず一つ目はこちらディオールカプチュールトータルセラムです今使ってるやつと今ちょっと封を開けたんですけどもストックしているっていう感じです カプチュールはあの2023年の1月に発売されているんですよ。で、もちろんそれがリニューアルバージョンで、前からずっとカプチュールってあるんですが、私がもうストックまでしている一番の理由は、やっぱり規定膜ケアなんですよね。規定膜まで行くようなリポソームと、あとはロンゴザっていうエキスがしっかり入っていて、規定膜ケアができるっていうのが本当に素晴らしいなと思うんですけれども、一瞬使わなかった時期も実はあるんですよ。いっぱいいろんなもの試すこともあって。でもまた新しく使おうと思ったのが、 2024年の1月にヒアルショットっていう似たような感じなんですけれどもよりヒアルロン酸をアップさせたりとか規定膜ケアができるっていうものがあるんですがそれと使ったらめちゃくちゃいいんじゃないかなと思って私は発表会でプレス用の新製品をいただいたのでヒアルショットを試すときにやっぱりこのトータルセラムを一緒に使ったらすごかったっていう感じだったのであ常にストックしとかなきゃいけないなと思ったのでこちらをご紹介しました続いてはこちら クリニックイーブンベターラディカルブライトセラムです。これがね、もうちょうどないんですよ。で、新しく出したのがこっちです。なので、ストックがもう一本あるっていう感じになってます。イーブンベターのこのブライトセラムは、すごいベストセラーなんですよね。何2023年に発売ってわけじゃなくって、本当に色々な美白の成分あると思うんですが、クリニックさんの独自のエキスでもある UP301 っていう成分が入ってるんですね。 成分名が、ね、ちょっとカタカナでちょっと難しいんですけれどもジメトキシトリプロピルレゾルシノールという成分で、ね、確かなんかキノコだったかなから出してきた成分だったと思うんですけれどもクリニックってもともと皮膚科医が監修して作っているものなんですけれどもこの成分自体がメラニンの酸性をまあ抑えてくれたりとか色素肺に対してのアプローチがすごいんですよね小路さんよりも効いていくっていう論文も読んだことがあるのでもちろん私は他の美白成分も好きなんですけれどもクリニックさんの いいいいいとととこころろっっっててううのはやっぱ肌に刺激がほとんどないっていうところで年中使えるっていうところとやっぱり UP302 っていうのはこのあのイーブンメタにしか入っていないなな成分なんですよねビタミン C だったりもあのあるので独自の成分で美白効果も出しているしピタッと貼るようなテクスチャーで私が気になっているなんかこうワンポイントのところにもピタッと育種全体で塗ることもできるし本当に昔からベストセラーなものなので年中使っているブライトニングかなと思っております。 でやっぱり私なんか独自成分が好きらしくてあと皮膚科医監修とかそういったものが好きなのでそういった意味ではいろんなあの美白のものを使うこともあるんですけれどもこれは唯一無二だなというふうに思っております続いてはこちらドクター ABCG リペアセラムです。これが今使ってるやつでこれがストックになります これもうね YouTube でも散々ご紹介したんですがドクター K っていうと亀山先生がやっぱり毛穴にアプローチするためにビタミン ABC ですねビビビタタンンタミミミミンンンンンはははパルルチチ酸レノー B ナイアシン C C ですよねそれをビタミンカクテルとしてしっかり入れていっているっていうのがすごく私には好きで今までもパルミチン酸レチノールが入っている美容液とかたくさん使ってるんですけれども特に毛穴っていうものに対してはドクター K さんでは素晴らしくてビタミン A 系のものってベタベタした りとか結構油分が多かったりするんですがもともとドクターケイさん自体が毛穴だったニキビのアイテムがたくさん作られているのでベベタベタしないんですよねそれぞれのバランスがよく肌の中でねちゃんとお,お互いを補いながら使えるっていうところで素晴らしい美容液だなと思いますし朝使ってもパルミチンサレチノールだから安心なのと化粧崩れになるね美容液ってなかなか使いづらかったりするのでそういう意味でも本当に使った美容液かなというふうに思います。ただ開封後は早く使い切り たいので開けたら1ヶ月以内で使い切るか使い切れなかったら新しいものをやっぱり私は開けるようにしてますそれここまで厳密にしなくてもいいのかもしれないんですけど気になるのでそういう意味ではストックをしっかりあって使うようにしております。続いてはこちら ライススのリンクルクルロスです1個はねもうちょっとねなくなってもうこれグーグー押しながら使ってるのでもうちょっと新しいものを開けましたライスといえばあの有心酒造さんライスパワーを作ってるそこが出していてライスパワーナンバー11プラスが入っている部分用のシワ改善美容液なんですけども高濃度ってて書いてあるんですよ他のライスパワーナンバー11プラスが入っているものには書いてない高濃度が私にはすごい気になっていて今いろいろリサーチをして、まあ、もうちょっとしたら動画にできると思うんですが多分私調べでは多分一番濃く入ってるんじゃないかなと思っていて。 シワが気になるところはそうなんですけど11プラスのすごいところは表皮にも基底膜にも神秘にもどっちにもアプローチができるそれによって肌全体の生まれ変わりだったりとかターンオーバーが正常化するっていうことは肌の水分量が上がるし余計なメラニンとかも出ていくしそれによって神秘のコラーゲンとかヒアルロン酸もアップするしなんかもうどこにアプローチしても素晴らしいんですよねなので本当は部分用なんですけれども広めに塗ってたりします目の周りこう笑ったら私ここにバニーができるのでこれが定着しないように 目の周りから一体に全部塗ってるような感じあとは笑った時のほうれい線とかにも最近はヌりヌりしていてあとあのレチノールとかみたいにピリピリとかそういうものもないので安心して誰でも使えるかなと思ってあと意外とテクスチャーも好きなんですよねクリームなんですけれどもベタベタするわけじゃなくほ度部分的にも使えるし薄くクリームっぽくも使えるので朝も使ってもなんかベタベタ感もすごくないのですごく私の中ではヒットで1本なくなってストックを新しく出しております。 続いてはこちらです。ハハッッチのボディウォッシュビハグです。これが今使っているものなんですけれどもこっちがキティちゃんとコラボしてて開けるとここにキティちゃんがいますね。これはキティちゃんバージョンなのでいつもとはちょっと違うバージョンなんですがボトルにもキティちゃんが書いてあるのわかるかなのようになってました。 私はもう本当にこのボディウォッシー保が大好きで正直夏場はあんんま使わないいことも多いんですよねさっぱり系のものを使いたいっていうのもあるんでだけどもやっぱりこの時期になってくるとハッチのビーハグのしっとり加減と質感の変わり具合が本当に恋しくなってきて秋冬はこっちに変えるような感じですたまに息子がで、ね、使ったりするの「をやめてこれママのよ」とか言ってでもなんか息子もこれが好きみたいなところがあるのでこっそり使ってるらしく使うと肌がしっとり柔らかくなって なってくるので正直お高いですけれどもなんかこの時期の自分のご褒美じゃないですけれどもそんな感じで使っていて今回ストックしようと思ったらキティちゃんバージョンになっていたのでさらにまたそれも可愛いなと思って秋冬から春先にかけて我が家ではこっちに変わっていくよっていう感じになっています続いてはこちらアンペリワード炭酸セラムですこれもちょっとストックしてあるような感じでありますこれはですね地肌用の美容液でふ で意外がになってるのでこれをグーって押すとプシューって泡状の美容液が炭酸と一緒に泡状のものが出てくるので髪の毛洗って乾かす前になんかこうプシューってやる感じなんですねこれはザックっていう美容室にお世話になっているのでそのザックで購入できるものになりますこれって地肌ケアのアデノシンだったりとかスタバエキスだったりとかホップエキスだったりっていう血流を良くするものとあと炭酸が入ってるんですよだからシュワってしてすっごい気持ちがいいんですねなのでまあ 地肌のうるおいだったりとかもそうですしこれを使ってからか腰が出てきたあとこういったところに本当に炭酸をすると多分金反射だと思うんですよね。一瞬なんかキュッと上がったような気がするんですよ一瞬炭酸がキュッといくことによって筋肉が刺激されるんだと思うんですよねそういう意味ではなんか上がパッと開くような感じなので私は髪の毛を洗って夜使うことも多いんですけども朝やっぱり元気にさせたい時とかも目覚めのものじゃないですけどやったりしてかなり気持ちいいし腰とかも出てくるなと思うのでこれは主人と 専用で愛用しているのでストックしております。 はいということで今回はあの私が常にストックしているアイテムをご紹介してみました、まあ、もちろんね2023年のものも多かったんですがそれ以外のロングセラーのものもいくつかあったと思うのでそれ以外にもね使ったりするんですけども今回は定番のものをご紹介してみました参考にしてみてくださいということで今日も最後までご覧いただきありがとうございましたよかったよと思う方はチャンネル登録していただいたりコメント書いていただけると嬉しいですではまた次の動画でお会いしましょうさようなら